心身を合一し、烈白の気合を持って切り抜けば、剣はあるままに切る。そこにいるのは、おお、転校生か。ちょうど休憩しようと思っていたところだ。そう、剣の修行だよ。暇を見てやっている。私は攻撃魔法は苦手だからな。白兵の修行は欠かせん。刀を持って最前線に立ち、みんなを守る立場だ。責任重大だろう。だから修行をしてしすぎるということはないと思っている。特にまだまだ未熟者だからな。私は。お前は剣は使えるか。いや、戦いという話じゃない。言い方が悪かったな。心得があるなら稽古の相手になってもらおうと思ったんだ。分かっている。私たちはお前の膨大な魔力に助けられているんだ。怪我の危険があるようなことは強要しない。忘れてくれ。だが嫌でなければ少しだけでもやってみないか。竹刀を振るだけでも心身が鍛えられるぞ。興味があるなら触りだけでも教えてやろう。ほら、持て。なかなか様になっているぞ。持ち手が逆だが、まっすぐに振り上げて、そう、竹刀が背中に当たるくらいを意識しろ。そして剣先の加速を意識しながら振り下ろす。地面に当たってはダメだ。頭のあたりで止めるようにな。それ1、2、いい感じだ。少し軸がずれている。私が動かすからじっとしている。まず腰が前に出すぎている。こう、もっと胸を張れ。こうだ。押さえておくから一回振ってみろ。ん？どうした？急に動きが硬くなったな。すまん、近すぎた。本当にすまない。道場の子供に教える時の気分だった。姿勢のズレは、その手で矯正するのが一番だからな。それとお前のせいではないが、興味を持ってくれたのは、そのな、嬉しかったというか、舞い上がってしまったというか。悪い、忘れてくれ。あと誰にも。一応風紀委員なのだ。異性と過度に親しくするのは校則違反だからな。私が男子の体をベタベタ触っていると示しがつかんのだ。だが言葉で指図するくらいは大丈夫だ。気をつけよう。それでどうだ、素振りは気持ちいいだろう。一心不乱に剣を振れば心が晴れ晴れするというものだ。もし素振りでストレス発散したくなったらいつでも来い。私は大体ここにいる。歓迎するぞ。